この時間は多発性骨髄腫の患者さんの体験談を聞いて、アドバイザーとして多発性骨髄腫の講演もしていただきました、横浜市立市民病院血液内科診療科長の中里智則先生と、神奈川県立がんセンター血液腫瘍内科医長の高橋博之先生にもアドバイスをいただきながら、一緒に時間を共有したいと思います。私は司会の立部美紀と申します。簡単に自己紹介させていただきます。私は2011年、会社の健康診断で貧血と言われまして、再検査をしたところ、ぴったしこの病気が見つかりました。当時は何も、自覚症状もありませんでした。しかし、IgG カッパ型なんですが、当時3357、血細胞 90.6% ありました。そこで、自分から希望しまして自家移植をしてもらいました。で、1回したところ、ベリーグッド PR、 CR に近いベリーグッド PR と言われたんですが、もう一回やったらいいよと言われて、タンデム移植をそのまま行いました。その結果 CR になりまして、無治療で5年過ごしました。で、2017年5年経った頃に IgG が少しずつ上がってまいりまして、2000を超えたところで、治療を始めようということになりまして、そこで2017年11月、ちょうど2年前なんですが、承認されたばかりのダラツマブと、ベルケード、デキサメタゾンの3剤で治療を始めました。で、ちょうど今月で丸2年経ちまして、おかげさまで非常に調子はよく、全く副作用もなく、このように元気に過ごしておりまして、今月末に MRD 微小残存病変で検査をして、来月の診察の時にこれからの治療を相談することになっています。主治医は無治療も考えるとおっしゃってくださってますので、大変期待しているところです。では、初めに以上です。では、初めに体験談をお話しいただくのは吉田富夫さんです。タイトルは、治療とともに仕事休みを楽しんでいけるです。簡単にプロフィールを紹介させていただきます。東京都練馬区在住、2006年54歳の時に多発性骨髄腫 IgG カッパ型を発症。バット療法後2008年に自家移植、その後再発のため2014年に2度目の自家移植、現在はレブラミドとレナデックスで維持療法を継続中。学習塾の仕事をしながらステンドグラスやフルートを楽しんでいられます。では吉田さん、お願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。ただいま立部さんから紹介いただいた、東京練馬区から来ました吉田富夫と申します。仕事は学習塾をやっています。この学習塾はもう40年ほどやっております。私は2006年54歳になった時に多発性骨髄腫と診断されまして、13年が経ちました。当時この病気の自覚は全くなかったのですが、他の検査でたまたま血液検査をしたところ、聞いたこともない病名を告げられて非常にびっくりしました。その頃は今のような薬もなく、治療法も限られていましたし、仕事もバリバリやっていたので、最初は本当に途方に暮れました。その時娘はまだ高校3年生だったので、受験も控えてたので、非常に娘も不安に思ったと思います。ですがネットや本を読んだりして、まずはこの病気について調べ、そして勉強しました。IgG カッパー型と言われましたが、まだ初期だったので、とりあえず毎月ビスフォスフォネートのゾメザ点滴で骨をケアしていました。ですが毎月少しずつ検査のたびに IgG の数値が上がってきまして、診断から1年半後に自家移植に向けた治療に入りました。当時はまだベルケードが初期治療で使えなかったので、バッド療法という化学療法を2、3クール行ってから、エンドキサンで幹細胞採取、
メルファランで次回移植という工程で、診断から2年後の2008年3月に次回移植を行いました。経過は順調だったんですが、次回移植から半年後に帯状疱疹になってしまいました。帯状疱疹の痛みは結構長く続いたのですが、骨髄腫の方は落ち着いてきましたので、移植から1年後には1週間ほどニューヨークに遊びに行きまして、美術館に行ったり好きなジャズを聴きに行ったりすることもできました。その後調子は良かったのですが、移植から4年経ってまた少しずつ数値が上昇してきて、今度はサリドマイドを使うことになりました。3ヶ月ほどサリドカプセルを使いましたが、副作用で心臓の数値が上がり、しかも IgG は下がらないとね、サレドは休薬して再び次回移植をすることになりました。これでまあ2回目の移植になります。1度目の次回移植から5年後に2度目の次回移植に向けて前治療として約1年間ベルケードを10クールを行いまして、その後肝細胞採取に向けて入院したのですが、カテーテルも取り付けて採取の準備に入ったところ、なんだか甲状腺ホルモンの数値が高いということで、よく調べてみるとバセドウ病を発症していまして、移植はその場で中止になり延期になってしまいました。後で考えてみたら、まあちょっとバセドウ病のせいかどうかはちょっとわからないんですけれど、心拍数も速くなり気分がハイになって大胆になっていました。例えばネットでいろいろなものを買ってしまったり、コンサートや演劇の高いチケットを予約したり、最後はちょっと壊れてもいないのに高い車に買い替えてしまったりして非常に家族に怒られました。バセドウ病の治療を数ヶ月した後に再び肝細胞を採取して、そしてまた次回移植となり、その年は本当に入退院の繰り返しでした。その後地固め療法としてベルケード、レムラビド、レナデックスの VRD 療法をしまして、体調も良かったので2度目の移植から1年後に、その当時娘が勉強していたドイツと友達のいるスイスに遊びに行きまして、ビールやワインも楽しんできました。しかし帰国してすぐ再び帯状疱疹になって即入院となりました。やはりちょっと遊んできたツケが回ってきたかなというところでしょうか。ですが家族や友達のサポートもあり、だんだん体力も回復してきました。その後は維持療法としてレブラミドとレナデックスを現在も続けています。副作用としてはステロイドの影響で気分が高揚したり落ち込んだりします。それと私の場合皮膚が弱くなったり声が枯れたりします。ちょっと今日も枯れているんですけれど、お聞き苦しかったらすみません。ただ幸運にもしびれはないので、趣味のステンドグラス製作やテラリウム製作、それとフルートも続けています。私は多趣味なので、体調の良い時は好きなことに没頭できたので、それも
QOL を上げてくれたと思っています。まあ、中里先生のようなクワガタの趣味はないのがちょっと残念なんですけれど、機会があったら私も飼ってみたいなと思います。仕事としては何度も入院したので、その間とても困りましたが、いろいろな方に助けてもらい、なんとかやめずに続けてこられてとてもありがたいと思っています。生徒たちには病気の詳細は話していなかったのですが、治療で髪の毛が全くなかった時に、仕事中は普段は帽子をかぶっていたんですが、ある日帽子のことをすっかり忘れてしまって、生徒の前に出て行ってしまい、生徒が目を白黒させていたこともありました。時々薬から解放されたいと思うこともありますが、昔なかった新薬がどんどん出てきて、そのような命の薬を使えることがとてもありがたいです。主治医の先生とも13年の付き合いになりますが、常に病気のことを分かりやすく説明してくれて、とても信頼しています。それから浜っ子の池田さんをはじめ患者の皆さんとの交流でたくさんの勇気をもらえたことにも感謝しています。同じ病気の人と話すことで本当に元気をもらえます。今のところ病状も落ち着いているので、仕事や趣味や旅行など前向きに取り組める日々が幸せです。また海外にも行きたいと思っています。もっとも帰ってきたらばまた帯状疱疹になってしまうかもしれませんが、この病気は上がったり下がったりが数値に左右されますが、あまり悲観的にならずにしぶとく生きることが大事だと思います。それと治療法や副作用など自分の病気のことをよく調べたり主治医に聞いたりして理解して納得することも大事ですよね。情報をきちんと知ることが大切だと思うのです。まあ、私のように細く長くのんびりした長距離ランナーもいますので、患者の皆様もあれこれ治療しながらも生きるという希望を持って粘り強く生きてほしいと思います。まあ、病気があっても楽しいこともたくさんありますからね。私はこれからも体の声を聞きながらいろいろチャレンジして自分らしく明るく生きていこうと思っています。そして少しでも長くこの病気と付き合っていきたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。今日はこのような機会をいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ください。それでは次に佐藤孝子さんから体験談をお聞きしたいと思います。タイトルは今日も良いこと探しです。佐藤さんのプロフィールを少し紹介させていただきます。44歳の時、人間ドックをきっかけに発病が分かり治療開始。腰椎圧迫骨折により一時車椅子も使用した時期もありましたが、2度の自家移植を経て現在 CR 継続中。平日は会社員としてフルタイムで勤務しながら、休日は趣味の楽器演奏を楽しんでいます。すいません、じゃあよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、佐藤孝子です。今までパソコン のボランティアしてましたけれども、これから座ってじゃあお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。こちらにあります、突然の腰椎圧迫骨折による緊急入院で、これからどうなるんだろうと不安だった時に、ある方からかけていただいた言葉が良いこと探しでした。で、病気は自分の個性の一つと割り切って、治療をしながら、仕事や趣味を続けていくための、工夫などをお話しできたらなと思います。
自己紹介です。私は佐藤孝子と申します。 ICT サービス企業勤務の会社員です。もともと医療情報システム担当のシステムエンジニアをしていました。今はイベントの企画や実施などをしています。これずいぶん前ですね、1980年代、仕事を始めたばっかりの頃の私です。家族は夫と私の2人暮らし、旅好きで、アマチュアオーケストラに所属をしてフルート吹いてます。でこれは治療の途中、今しかないと思って参加したウィーン演奏旅行の時の写真です。続きまして治療の経過なんですけれども、2007年3月に受けた人間ドックで再検査の指示を受けまして、2007年4月に多発性骨髄腫の確定診断を受けました。当時44歳でした。でこれ実は確定診断を受けた病院の桜なんですけれども、満開の桜の日だったんですね。本当に診断を受けて、桜綺麗なのになんか自分と本当に違う世界のもののような気がしていたのを今でも思い出します。でその年すぐに、バト療法を3回やりまして、造血幹細胞3種をいたしました。でこの写真、私の子供ではないんです。この先どうなるのかなと不安だった時に、姪と甥にと一緒に撮った写真なんです。でこの赤ん坊だった甥っ子が今小学校6年生になりまして、その当時治療を始めた際にはこんなに甥っ子が大きくなるまで元気に自分が過ごしているっていうのは想像できなかったように思い出します。でこの頃、治療の、末梢神経障害が出て指の先 の, こうしょ感覚があまりなくなってしまって、フルートを演奏してた、演奏の最中に音が出なくなって立ち尽くしたりしたこともありました。ただ、バット療法の後比較的落ち着いた時期がありましたので、その時期にすかさず前のページにあった、ウィーンに行ってきましたり、あるいはその時期に、浜っ子の散歩&ランチ会に、参加しまして、そこにいらっしゃる、吉田さんたちと一緒に散歩をしてとても勇気づけられた覚えがあります。で、ちょっとそろそろ治療が必要ということで、2009年の8月に、自家造血幹細胞移植を伴う大量化学療法の1回目を行い、この後も比較的調子の良い時期があったんですけれども、2011年に、ちょっと夏ごろ腰が痛いなと思っていたら、どんどん半月ぐらいで、痛くなって、きまして、で会社に、前の日まで行ってたんですけど、ある朝起きたらもう腰椎圧迫骨折で身動きできない状態となってしまいました。でそのまま、緊急入院となりました。でこの緊急入院になった時、診断時に次ぐ大きなショックでした。このまま、動けなくなってしまうんではないのかな、もう治らないのかなということで、とても大きなショックだったのを覚えています。でこの後、しばらく治療の最中、しばらく車椅子生活をしておりましたが、外出るの好きなもんですから、退院後は車椅子に乗ったままよく外出などもしておりました。で、引き続いて2012年の2月に、自家移植の2回目を実施しまして、その後地固め療法、維持療法を経て、現在は完全寛解、レブラビド短剤による維持療法を継続中です。で診断後すぐショックがとっても大
きい時にいろいろ調べたり決めたりしないといけない。で、私自身もちろんこの病気の初心者ですし、入院したこともない。さあどうしたらいいんだろうって言って、まず病気や治療に関する情報収集をしました。ただじゃあどこを見たらいいのか、当時ネットで病名を入れて検索すると、予後不良とか余命3年とか出てくるし、本屋さんに行くと丸々で治るとか、バツバツは食べてはいけないとか、そういうのが出てきたりしてしまいます。で、多発性骨髄腫の治療法も情報も今よりずっと少なかった。で、そのため自分にとって必要な情報になかなかたどり着けなかった覚えがあります。で、それから病院に関する情報収集もしないといけないなと思ったんですけれども、これ自宅近くの確定診断を受けた病院ですぐ入院治療って言われたんですけど、本当にこの病院で治療を受けるべきか他に行くべきか判断ができないということが思いまして、入院日までの間にいくつかの病院に訪ねたり、実際に診察を受けたりして、多発性骨髄腫の治療を受ける人したらどこがいいかっていう情報を集めて、セカンドオピニオンを経て今の主治医のところにたどり着いて治療を開始しました。それから、こちらですね、入院も実は初めてだし、会社もフルタイムで仕事を今もしていますが、休んだこともなかったんですね。ですので、制度などに関する情報もわからないということで、ここで、会社の就業規則ですとか、まあ、いろいろな今まで知らなかったこう制度、高額療養費の制度とか、傷病手当金なども知りませんでしたので、その辺を情報収集をしました。で、その時に今思えばこんなのがあったらよかったなと思ったページが今あるこのキャンサネットジャパンのページだったり、もっと知ってほしい多発性骨髄腫のことっていうの、こういうのがこの時にあったらよかったなっていうふうに思うものです。それとともに、今日みたいなセミナーに参加して、病気の概要を知ることとか新しい治療法を知ることっていうのが、大事なんだなと、病気について理解して納得した上で治療を受けることが、大事なんだなというふうに、感じました。で、この他にこれも当時はまだなかったんですけれども、がん全般に関して役立つなって今思っているページ、この国立がんセンターの、がん情報サービスのページとか、そこにあるがんになったら手に取るガイド、ここにもあるんですけど、こんな本にでも出てるしダウンロードもできるっていうこんなのですとか、あとがんと仕事に関しても、いろいろここのところですね、どんな制度があるか、どうしたらいいかなんていうことがここから見ることができるページかなと思いました。で、ですね、実際に確定診断、治療が始まると、自分一人では、対応できないことがいろいろ出てきます。他の人とのコミュニケーションが必要になってくるなと思いました。で、まず家族ですね、どのように伝えるか、主人と2人家族ですので、主人にはまず当初から病院に同行してもらったり治療法の話を聞いて、もらったりしていましたが、すぐに近くに、両親が住んでおりまして、入院もしないといけないので両親もにも伝えないといけない。ただどう伝えたらいいかっていうことを、悩み、とても緊張したのを覚えています。だからコミュニケーションの2つ目、主治医とのコミュニケーションっていうことで、治療、いろいろなこの後選択しないといけないんです。治療の選択にあたって、自分が、大事にしたいことっていうのを、伝えるように、心がけました。例えば末梢神経障害でフルートが吹けなくなるのは困るんですって言って、できる範囲で、薬の調整していただいたり入院期間の調整してもらったり、もちろん治療のために必要なこともありますので、伝えた上で話し合いするようにしました。
もう一つ、職場はですね、誰に伝えるか、どこまで伝えるかというのも悩みました。上司と同じ仕事を担当している仲間には、詳しく、伝えました。できること、それからできないこと、配慮してほしいことっていうのを伝えました。で、ただそれ以外の、同僚には休むこともありますので、ちょっとですね、ユーモアを持って休むっていうことと、あとムーンフェイスでどうしても顔つきが変わってしまう、それからウィーク使うと、ウィークなんとなく違うなって思ってしまう、周りの同僚も困っちゃうんじゃないかなと思いまして、ユーモアを持ってウィークなのでもしずれてたら一言言ってねというようなことでですね、伝えるようにしました。で、情報を伝えるための工夫として、例えば副作用とか、先ほどからいろいろ聞いてますと、こんな副作用が出る可能性がありますよっていうのは説明されるんですけれども、自分にとってどんな副作用がどの程度起きて、どの程度で回復するのかっていうのはわからないんですね。で、自分自身も3時間経つともう忘れてしまって、3日前の自分は他人だったりするもんですから、記録が大事だなと思って、記録をしました。日々の記録と、治療の記録ですね。だからもう一つ、仕事業務の記録というのも、これも必要だな。引き継ぎが、いつでもできるように、それから、在宅勤務も含め、どこでも仕事ができるようにっていうのを、できるだけこう入れるように心がけました。例えばこれ日々の記録なんですけど、ベルケードを投与した初めての日どうだったなんていうのを書いておいて、でこれが1週間ぐらい経ちますと全部まとめて、手のどこがしびれたか、どれぐらいの強さだったかなんていうのを、分かるようにしたりですとか、あとこれ次回移植の時の記録なんですけど、病院からもらうものにはどこでどんな点滴するか書いてあるけど、どこでご飯が食べられなくなって、どこで動けないかなんていうのはちょっとわからないもんですから、こんなのを記録しました。そうすると2回目の時にですね、だいたいあと3日経てば動けるようになるかななんていうのが、分かったりしました。でただこの当時はフォーマットあまりなかったんですけれども、今だったらさっきの国立がんセンターのがん情報サービスのところ、患者筆記というのがあって、ダウンロードもできます。でこんなどのように説明されましたかとか、受診時にドクターに聞きたいことはこれに書いていったらいいですよなんていうのが載ってたりしますので、こんなのも今だったら使えるかなと思います。で、ただ先ほど、家族だったり、職場だったりというののコミュニケーションしましたけれども、ただなかなか、家族の前では弱みを出せないところもある、職場ではちょっと病気の話すると聞かれちゃうところがということで、相談先をいくつか活用しました。まあ、もちろんがん相談支援センターなどというところはありますけど、それ以外にもですね、ちょっと話聞いてほしいなっていう時に、会社のカウンセラーのところに行って話を聞いたりとか、あるいは、最近数年前からはがんになった人とか家族とか友人が予約なしに、気軽に、立ち寄れて安心して話せる場所というのも出てきてますので、そんなのも活用しています。あと大きかったのが、先ほど割合治療始めてすぐに出会った、患者仲間との交流です。ここにいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、浜っ子で一緒に散歩したりご飯食べたりして、交流して意見交換するっていうのが本当に大事だなと思っています。で、今日も良いこと探し、入院時、普段の生活、それから今後に向けて、心がけていることなんですけれども、自分がやりたいこと、それから大事にしたいことをまず優先順位をつけてやっていこうと思っています。でここ良いこと探しというのは、入院した時に実はアドバイスを受けた。例えばこんなの、入院中にですね、友達が、私食事制限その時はなかったんで肉まん持ってきてくれました。で、私車椅子で談話室に出てて肉まん一緒に食べてすっごく楽しかったとか、
それからこれ点滴を隠すカバーとか、いろいろですね、入院中にこう作って楽しんでいたりとかですね。からこっちはですね、ちょっとタンポポ商店って書いてありますけれども、退院後にですね、しばらく会社休まなくちゃいけない時期があって、時間があったので、これはドールハウスですね、全部紙切ってこれ作ったりなんていうふうにしていました。まあたくさんの人に感謝しながら、できないことは仕方がないけれども、できることをありがたく楽しんでいきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。加藤さん、ありがとうございました。患者さん2人にご質問が来てます。治療を受ける中で不安に思われていること、不便だと感じることについてお話が伺いたいです。吉田さん、ございますか。ですね、治療について、不便ということはあまり感じないんですけれど、やはり主治医に新しい治療が始まるときにちょっと長い時間をかけて説明を聞きたいなというときに、なかなか主治医の先生もそんなにたくさん時間を自分に割いてくれないので、ちょっとそこら辺がちょっと物足りないかなっていう時もありました。まあそんなところです。そうですね、治療がそろそろ必要かなって言われた時に、この先どうなるのかな、どんな治療になるのかなっていうのがなかなかわからないっていうところが不安だったし、ちょっと仕事の段取りをするにも何にしても不便だなっていうのはありました。ありがとうございます。では次にご家族からの質問です。母は闘病中です。レムラミドを1年半服用しています。最近数値が落ち着いてきていまして、その後の治療を続けるかどうか主治医より本人の意思を優先すると言われていて迷っているということです。その後副作用が体に悪影響を与えるような気がしているけども、中止しようかどうしようか、服用すると再発リスクが高くなるのでしょうかということです。中里先生、お願いできますか。はい、患者さんのご年齢とかですね、背景がはっきりわからないので何とも言えないんですけれども、レブラミドを1年半来服をされて、その後治療を続けるかどうかというのを、ご検討されているということなんですけれども、レブラミドはですね、長期的に飲んでもそのメルファランと、併用しなければ、例えば二次発がんとかですね、あまりそのリスクが高くなると、レブラミドだけであればですね、そういうリスクがないので、安定しているであれば続けても構わないと思うんですけれども、一応初発治療 のレブラミドの、その臨床試験とかを見ると、18ヶ月は継続した群と、で18ヶ月でやめる群と、あとはずっと続ける治療法というので、治療成績に差があるかというと、あまり差がないというふうに言われててですね、なので非常に落ち着いている状態であれば18ヶ月1回お休みしても構わないかもしれません。ただその今 病気の状況ですね、どれぐらいその治療が効いているかどうか、 M タンパクがどれぐらい効いているのかどうか、例えば M タンパクがだいぶ残っちゃっててですね、やめちゃうとか、おそらく増えちゃうんじゃないかと予測される場合は、継続するか、あるいはむしろ別の薬に変更した方がいいかもしれないですし、まずはその病気の状態を、これ大変だと思うんですけども、主治医の先生の顔色を見ながらですね、病状を確認するということと、あとご本人の、副作用の程度ですね、それはこの医師が分からないところもあるのでですね、数値ではデータを見て特に白血球も
貧血も異常がないよって言っててもしびれとかですね倦怠感とかその数値には出ない副作用っていうのはやっぱり聞かないとわからないのでですねそれを積極的にお伝えしていただくことで先ほどお話したんですが有効性と安全性というのはその両者が成り立つ治療が継続すべき治療なのでですねそれをなんとか主治医の先生と相談をして、今後一緒に考えていくというのが一番いいかなとは理想の形なんですね。なので今この病気の状態が非常に落ち着いているのであれば18かけて続けてやめるというのは一つの選択肢ではあります。現在の治療法を続けて良いかどうかちょっと漠然としたんですが中澤先生お願いできますか。これは現在の治療がですねどのような治療をされているのかによって全く異なってはくるので、はっきりはお答えするのは難しいんですけれども、同じようなことでですね、現在の治療を、継続するか中止するか変更するかっていう多分その3つが選択肢になると思うんですけれどもそれも今お話ししたように病気の状況ですねどれぐらいその眠たんぱくが消えているかっていうのをなかなか多分我々も実はそうで外来をやってるとですねどうもその1日の間に50人とか60人患者さんがいらっしゃるとどうしても5分ぐらいしかお話ができなくてその間にその詳しい説明が十分できてないというのは本当に反省をするところであるんですがそれが今の現状でですねなので多分その中でやっぱりお伝えしなければならないことっていうのはあることはあるのでですねそれは本当に頑張ってですね主治医の先生に今の治療の効果の状況とあとはもう一つは先ほど言ったように副作用のことをお伝えしてですね、一緒に相談をしていくということが一番重要じゃないかと思います。で、あとはですねどうしても私とかの場合はその時間がどうしても外来で取れない場合は他の別の日に例えば夕方とかにですね別の日に来ていただいてお話を、させていただくこともありますので、そういったことも提案をさせて、ね、していただいてはいかがかな、ちょっと先生によって違うと思うんですけれども、あとはそうですね、あと、もう一つはどうしても今後のね見通しがつかないということであればセカンドオピニオンとかですねそういうこともそれは患者さんの権利でありますし、それを拒否するということは主治医の先生もしないと思いますので、病院を変えるとかではなくて他の先生の視点から今のご本人の治療の状況っていうのを客観的に見ていただくっていうのも一つの方法だと思いますので、うちの病院の患者さんも他の病院で意見を聞いてきて、で我々もそれが実は参考になるんですね。もう骨髄腫の内科の先生にお話をいろいろ提案をしていただいて、それを取り入れてうちの病院でまたそれを治療するっていうこともやってますので、それも検討していただければなと思います。2017年自家移植を受けるのも1年も経たずに再発、今合う薬がなく同意就職を進められている状態です。なんとか治療法はないか、多発性骨髄腫の治療に力を入れている病院、先生教えてほしい。最新の治療法と効果、次世代の治療方法と期待する効果、海外の状況などについても知りたい。高橋先生お願いします。ご質問ありがとうございます。なかなか個別の状況についてはお答えしづらいところもあるんですが、自家移植を受けられて、1年以内に再発されているということで、なかなかご病気 の、その治療の抵抗性といいまして、治療が効きづらいということは推察させていただきます。で、同種移植、先ほど講演で話させていただいたんですが、確かにそのリスクもあって結構その命に関わるような副作用も出やすい治療ということでですね、かなり我々血液内科医、骨髄腫の方、たくさん見てる方でも、見てる医師でも結構躊躇することは多いんですね。で、その中で、その方の担当の先生は同種移植を勧められているということは、それなりに経験があって、しかも今が
同種移植をやるときだというふうに判断されているのかなとは思いますので、まあ、よくその担当の先生ともお話しいただいて、まあ、同種移植というのも一つ選択肢として考えていくといいのかなと思います。ここ最近同種移植の副作用対策支持療法というものは確実に進歩しておりまして、以前と比べますとその移植をしたことによって残念ながら亡くなられてしまうというリスクは格段に減っていると思います。で、移植の方法としても再対決移植というものも含めてアプローチがしやすくなっていますので、はい、検討していただければと思います。で、具体的な病院、この場でお伝えしていいのかわからないんですが、日本の中で骨髄腫移植を含めてかなり熱心に行われているのは東京の広尾の二石病院ですね。で、塚田先生という先生が結構移植を中心にやられていたりですね、いろんなところでその骨髄腫っていった場合に名前が出てくる医師としては二席の先生が多いかなと思います。で、同時に最新の治療方法と効果、次世代の治療ということでご質問いただきまして、で、ここ数年で、かなり新しい薬がいろいろ出ています。先ほどお話ししたエロツズマブとかダラツムバブですね、あとはエキサゾミブ、そういったものがあって、でこちらに関しても、いずれも再発後の治療なので、その時のご本人の状態、病気の状態とかそれまでの治療の内容によって治療を選んでいくようになります。で、イメージとしては先ほどネットワークメタアナライシスというものを出させていただいたんですが、数字上でいうとダラツムバブの併用の治療が、効果としては一番現時点では有効と考えられますので、適用となる場合には、そちらを最大で考えていくんですが、ただご本人がちょっと体調悪かったりした場合にはエロツズマブの方が比較的妊孕性といって、副作用が軽く続きやすいというようなデータもありますので、そちらも選択肢になります。で、エキサゾミブはそのハイリスクのものに有効だったりとか、あと飲み薬という利点がありますので、そういったプロファイルで組み合わせるといった形になります。で、次世代の治療方法としては、新たな別の標的のものとか、あとはその投与方法が変わってくるというところで、皆さんちょっと気にされているのCAR-Tっていうもの一つあると思うんですが、まだ具体的にいついつから使えそうになるっていう段階には行っていません。で、なかなかCAR-Tだけではですね、ご本人の免疫状態とかもあるとは思うんですが、ちょっと十分な効果が期待しづらいっていうようなデータもあるようで、CAR-Tと何か、免疫を調節するという意味ではレナリドミド、レブラミドを併用したりとか、他の抗体薬を併用することで、効果を高めるという試みが現在なされている状況です。今名前も出ました、ダラツムバブの治療で重度の急性癒中反応を米食品医療薬局 FDA が警告、注意喚起して点滴速度を遅らす方法を提起しています。他に有効な対策はありますか。高橋先生お願いします。はい、ありがとうございます。ダラツムバブ含めまして、抗体薬ですね、狙ってくっついてくれる抗体の製剤の場合にはインフュージョンリアクションというアレルギー用の症状が出やすいと言われています。リンパ腫でいうリツキシマブとかですね、あとエラツズマブでも出ることがあります。で、結構日本で使えるようになる前からですね、ダラツムマブは結構インフュージョンリアクションが出るよということを言われていて、我々もちょっと恐る恐るですね、導入したいような経緯があるんですが、以前からそれが分かっていたというところで、前処置といいましてですね、解熱鎮痛薬だったりとかアレルギー止めの薬をしっかり使って、あとはその方のことのリスクとしては結構呼吸の症状が出やすいということが知られてまして、例えばもともと喘息があるとか閉塞性呼吸障害というですね、COPD とかそういったものがある方の場合には、モンテルカストというですね、その喘息の時に使うようなお薬とか、あとは吸入薬ですね、気管支を広げるようなお薬を予防的に使うことで、呼吸を中心にアレルギー反応をさらに抑えてくれるということを分かってますので、そのように対策をさせていただいて、私個人の印象としては思ったほど出ず安全にできているかなっていう印象があります。で、あともう一つ、経験された方は分かると思うんですが、かなり初回2回目はゆっくりやります。初回は 7,8 時間かかります。で、ゆっくりゆっくりこう入れるスピードを上げていくことで、いきなり早く入れるよりも、かなりそういった
急性の胃中反応をと分かっていますので、まあ、それはもう実臨床として適正使用ガイドというメーカーさんが出してあるものにも書いてあって標準的に行われていると思います。くすぶり型多発性骨髄腫の告知を受け、昨年より経過観察中です。胸の痛みは皆無ですが、腰椎圧迫骨折等の骨病変を経過観察中に発症しないか心配です。年に1回の MRI 検査を受けていますが、この頻度を半年に1回ぐらい投げてほしいと考えています。健康保険の適用にならない自費検査も選択肢かもしれません。主治医の先生のご機嫌をそのままようお願いする方法があればご教示ください。高橋先生お願いします。ありがとうございます。そのくすぶり型という実際に症状が出る、まあ、前の段階の骨髄腫の方ですね。で、まあ、骨の病変ですね、骨折とかですね、痛みが出てくるとやはり日常生活に支障がきたしますので、まあ、それが出るかどうかっていうのは非常にご心配だと思います。で、MRI 検査っていうのが一番骨を評価する上では確かに有効な検査ですし、あと先ほど講演で話させていただいたそのバイオマーカーっていうですね、実際に症状がある以外にこれがあると早く悪くなるかもよっていう中に MRI で骨の病変が2箇所以上っていうのも項目にはありますので、まあ、確かにMRI の結果っていうのは気になるところです。ただCT の検査と違って MRI っていうのはその場所をこう限ってする検査なんですね。全身の MRI っていうのは実は方法としてはあって、まあ、海外とか一部の日本の病院では行われているんですが、まあ、かなり、こう手間もかかる検査ですし、あまり一般的な検査とは言えないです。で、例えばその腰椎骨のところだけ年に1回、まあ、取るっていうことも、まあ、早く見つけるという意味では有効なのかもしれないですが、まあ、それがどれぐらいこう早期発見とかご本人にとってプラスにつながるかっていうのはなかなかこう断定的なことは言えないかなと思いますし、まあ、それを半年にしたからどれぐらいプラスになるかっていうことに関してはデータがありませんので、まあ、あまりその自費で、まあ、かなり高額になりますので、ご負担されてまで、まあ、よりメリットっていうのは少ないのかなと思います。で、まあ、ただご心配なことは確実なので、そこは担当の先生と、まあ、しっかりこうコミュニケーションを取っていただくっていうことで、まあ、中里先生におっしゃったようにちょっと別の機会を設けてゆっくり話していただくとか、まあ、あらかじめちょっとお聞きになりたいことをですね、まあ、先ほど佐藤さんのそのメモに作って持っていくと、まあ、結構効率的に必要なことが消えるかなと思いますので、まあ、工夫できる点かなと思います。最後の質問になった先生のご機嫌を損わぬようお願いする方法ということで患者 のお二人からもしいいアイデアがありましたらお願いいたします。ご機嫌じゃないんですけれども、やっぱりこう先生からしてもこういくつも次から次へと出てきて何が次に出てくるのかなって思われるとこうあれって思われるかもしれないなと思ったんで、あらかじめ今日はこれとこれ聞きたいんですけれどもっていうのをですねメモにしておいて、これとこれを聞きたいのでっていうふうな形で持っていくようにしました。でそれでさっき写したのはじゃああれ聞きたいことっていうのを書いて持っていけるようになってるんですね。ですので家で書いてから持っていくでちょっとこう見せながら聞くとかいうのがいいのかなって私は思いました。私の主治医はすごく相撲が好きで、それでその年数によってなんていうんですかね、横綱とか大関とか吉田さんもうそろそろ昇格だよみたいな感じでよく言われるので、そういったことを中心に普段から話してちょっと、まあ、先生とコミュニケーションを取るように自分ではしています。まあちょっと優しい先生なのですごくありがたいと思っております。以上です。ありがとうございます。同種移植をされた方がいらっしゃったら、移植を決めた経緯や移植後の経過などをお聞きしたいですということで。
最近同就職なんかされた方いらっしゃいますか？なかなかですよね。申し訳ない。ちょっと中澤先生の方お願いできますか？ですね、そうですね、同就職に関しては先ほど高橋先生もおっしゃってたんですけど、昔からですね、職に関連した合併症が多いということで、なかなか踏み切ることがかなり慎重になっている、どこの病院もそうなんですけれども、ただ決して不必要になった治療法ではなくて、むしろ今その新規薬剤が登場しても必要な治療だと私は思ってますね。特に若い方ですね、30代40代の方も、治療を受けていらっしゃる人がいらっしゃるってですね、それが10年20年先もずっとね、新薬でコントロールできるかどうかわからないのでですね、そういう特に若い方っていうのはどこかのタイミングでこの同就職っていうのを検討するっていうのは一つの選択肢ではないかと思ってます。実際に当院でもですね、通所の同就職を受けた患者さんも、何人かいらっしゃってですね、でその昔と比べるとその、移植前のですね、移植前処置と呼ばれる、大量の化学療法あるいは放射線照射、そういう治療を移植の前にやるんですけれども、それを減量したですね、弱くしたミニ移植というような形で移植前処置を弱めてですね、なおかつその移植に関連した合併症に対する副作用に対する治療薬もいろいろ発達をしているのと、あと検査の方法ですね、ウイルスの検査とかですね、合併症を管理するその技術がかなり向上しているので、昔と比べるとかなりその同就職も安全性は高まっていると思います。それは私が90年代からいろいろ血液に関わっているのでですね、それは身をもって、体感をしています。なので昔よりはその移植の方法は安全にはなっていると思います。ただその移植同就職に踏み切る、それは手とは言ってもそのやっぱり合併症があるのでですね、踏み切るタイミングっていうのはこの新しい薬が出てきているタイミングで、新しい薬の方がいいのか同就職に進んだ方がいいのかっていう明確な答えがないので、我々もすごい悩んでしまってですね、なのでちょっと答えが難しいところです。なので先ほど高橋先生がおっしゃったような二次医療センターですね、セカンドオピニオンに本当に実際に行っていただいてるんです。うちの患者さんもですね、実際に行っていただいて、その同就職が本当に今のタイミングで必要かどうかっていうのも相談をした上で、で実際に二次医療センターに転院される方もいれば、やっぱり自宅に近い、結局同就職する場合何が重要かっていうとご家族なんですね。ご家族のサポートがないと続かないものなのでですね、長い何ヶ月も入院されるので、精神的なサポート、その辺ではやっぱりご家族に勝るものはないのでですね、やっぱり自分の仕事に近い当院で受けられる方、それは日赤医療センターでいろいろこう治療法を教えてくれるんですね。こういうふうな今の状況で移植の前にどれぐらい病気をコントロールするかというのが重要でですね、移植前にできるだけタンパクを、M タンパクを減らして病気を落ち着いて移植をするというのは望ましいので、そのノウハウをですね、その日赤医療センター の鈴木先生なり塚田先生なりが教えてくれてですね、でそちらでぜひやってくださいということで、こちらでそれの通りにやって、なんとかこううちの病院でもやっているっていうのが現状です。なので、いろんな方の意見を聞くっていうのも、その同就職に踏み込むときにもですね、重要だと思います。それは患者さんもそうですし、我らも経験が少ないので逆に助かることでですね、セカンドオピニオン、この二次医療センターが本当にいいかどうかは皆さんのご判断にもよると思うんですけれども、でも日本で今一番やってるところはやっぱり二次医療センター同就職ですかね。ちょっと答えになってるかわからないですけれども、はい、ありがとうございます。会場から高橋先生に質問が来てます。同就職の場合の再対決移植の有効性とリスクについて。はい、ありがとうございます。同就職に絡んでということですね。で、
移植に関しては同性移植に関してはまず基本的には最初ご兄弟の中から探して血のつながりのある中で HLA という白血球の血液型 の一度調べます。でご兄弟血のつながりのある方でドナーが見つからない場合には、骨髄バンク、あとは再帯血移植という選択肢が出ます。で再帯血移植、再帯血ですね、お母さんと赤ちゃんのへその緒からそこに含まれている幹細胞をお産の時に凍らせて保存してあって、それをバンクから取り寄せて移植ができるわけで、メリットとしてはいつでも移植ができるということです。必要になったらこう骨髄バンクのインターネットですけども、合う再帯血を注文して取り寄せて、でその患者さんの治療のタイミングで移植をするということになります。ただデメリットとしては細胞がやはり他のものに比べて少ないという点があります。でそれで血液を作る力がやはり他に比べると弱めということで、静着といって回復するまでに時間がかかったりとか、その間ウイルスを中心とした感染症がかかりやすくなるというデメリットがありました。ただ先ほど中須先生もおっしゃったように、再帯血移植が導入されて以降かなりいろいろな工夫がなされていて、やはり多少差はありますけども、他の移植のですね、もらう総数と比較しても、遜色なく移植ができるようにはなってきていて、施設によってはもう積極的に再帯血移植を行っているような施設もあります。そこに関してはその移植施設の中でも再帯血移植に慣れているところっていうのがありますので、そこの経験も踏まえて、選ぶのが良いかなと思います。同種移植というのはなぜやるかというと、今まで その骨髄腫の新薬というのは皆さん のご自身の免疫力を高めようとする、例えばレブラミドなりですね、ポマーリストとか、あとはダラザレックスもそう、エンプリシティというのもそうなんです。ご自身のリンパ球を高める働きがあるんですけども、どうしてもいろいろ治療しているともうご自身のリンパ球というのはもう弱くなっちゃうんですね。なのでそういった意味で他の元気な方のドナーさんの結局リンパ球が体に根付いて増えてくるので、それをうまく利用してですね、他の方のリンパ球でやっつけるっていう免疫、同種免疫っていうんですけれども、元気なリンパ球がさらに入ってきて、それによって副作用もあるんです。GVHD という皮膚が攻撃をされたりとか、肝臓が攻撃をされた時とかですね、そういうデメリットもあるんですけれども、それプラスリンパ腫、骨髄腫ですね、残った骨髄腫をやっつけてくれるというドナーさんのリンパ球、それが今までの治療には全くない新しい、治療法なんですね。なので今は移植をして3ヶ月ぐらい経ってですね、その病気が落ち着いていればですね、わざとレブラミドを飲んでいただいて、レブラミドってそのドナーさんのリンパ球を活性化する働きがあってですね、そうすると残存している残ってるかもしれない骨髄腫の細胞、それが ドナーさんのリンパ球が元気になってやっつけてくれるっていう、そういう工夫もなされているので、その同種移植っていうのは非常にその魅力があるんです。ただ合併症が多いのと、なかなか年齢的に上の方になってくると難しい。今の安全にできるのはやっぱり50歳代の方まではちょっと難しいが限界かなというところですね。すいません。先生、残したことは何かないでしょうか。大丈夫ですか。では最後になりますが、吉田さん、佐藤さんに後でお答えしていきたいと思います。お母様が4月に診断され、今三剤併用療養中 VRD。元気がなかったりするのでちょっとご心配な様子です。でこの病気が分かって家族にこうしてほしいとか、こうしてもらったら嬉しいとかいうことがありますでしょうか。ですね、家族にこうしてほしいとかっていうのはあんまりないんですけれど、妻には非常に心配をかけたなっていうところが今でもあります。
これからは少しでも長く、細く長く生きて、何か恩返しができたらいいなっていうようなところです。どうしても病気診断されると、もう自分が 100% 病気みたいに感じちゃう時期っていうのが自分にもあったんですけれども、多発性骨髄腫の全部の佐藤孝子じゃなくて、佐藤孝子の一部が多発性骨髄腫っていう、こう面もあるっていうことで、家族もその家族と接する時に、病気のお母さんじゃなくて、お母さんの中に病気もあるくらいで、本当に一緒に楽しめることは一緒に楽しむとか、一緒に笑うとか、そんなことができたらいいなというふうに思います。私からもすみません一言、私も病気になって分かったんですが、治療中に頑張ってねって言われるのすごい嫌で、みんな絶対頑張ってるんで、頑張ってねって言われても、これ以上どう頑張るのっていう感じなんで、この方もお母様だから、子供の立場から見ると、お母さん頑張ってね、もっともっととかって言われるとちょっと辛いかなっていうのは感じるので、ちょっとはっきりしないのが、いつまで治療が続くかわからない病気なのがまたちょっと辛いところで、ちょっとエンドが見えないんですね。なので、生活を楽しく過ごせるように、あまりこう辛い治療は強要しない、お母様にしても尊重して差し上げて、いろんな治療法があるので、もうがんが行く先生も行けば、そうでない先生もいらっしゃるんです。その辺は行く先生とご相談されて、ご家族が一番幸せに治療できる方法を探して、それをサポートして差し上げるのが、きっとお母様も喜ばれるんじゃないかなと思います。以上です。では、時間にもなりましたので、多発性骨髄腫患者の体験談のセッションを終わらせていただきます。短い時間ではありましたが、皆様とご一緒に過ごせたことを嬉しく思います。またお会いできることを楽しみにしております。寒くなってまいりましたので、風邪などひかれませんようにお気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。